クローンベノスタは、イタリア共和国トレンティーノアルトアディジェ州、ボルツァーノ自治県にある、人口、約2400人の基礎自治体。ボルツァーノ自治県西部、バルベノスタの最も奥に位置する。北にオーストリア、西にスイスと国境を接しており、オーストリアとの間には、列車峠が通っている。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。括弧内の AT-7 は、 オーストリアチロル州所属 CH グレーンはスイスグラウビュンデン州所属を示す。町域には水力発電のために谷をせき止めて作られた人工コレージア湖がある。レージア湖元々のクローンの集落は1950年7月にダム湖が拡張された際に水没し、現在の集落はその湖畔に新たに建設されたものである。半ば水没した首郎は 街のランドマークとなっており、コムーネの紋章にも描かれている。紀元前15年、ケルト人が暮らしていたバルベノス大体は、ローマ帝国に組み込まれた。ローマ人たちは、レージア峠で、アルプスを越えるクラウディア・アウグスタ街道を築いた。この街道は、中世にも大きな役割を持ち、上の道、スワビア街道などの名で呼ばれた。この地のキリスト教は、450年に、 スクールから来た宣教師によって行われた。1348年の国史病の大流行により人口が激減したこの谷筋にはドイツ語を話す人々が移り住んだ。2011年に行われた住民がドイツ語、イタリア語、ラディン語のいずれの言語集団に属するかの調査によれば住民の約97%がドイツ語話者である。ありがとうございます。